ご通行中の、皆様、業務出張所周辺の皆様、お買い物中の、皆様、お仕事がいいな皆様、学校がいいな皆様、お疲れ様で、ございます。暮らしに憲法を生かす政権交代、佐藤秀一、カープ、安倍選手は頑張れ、安倍総理は退場、佐藤秀一、本日は、この出張所お会いにおきまして、お伝えをさせていただきます。ご協力よろしくお願い申し上げます。安倍総理、カンカンカーンと、ノックアウト負け、タオル投入、ノックアウト負け、ボクシングで言えば、まさに、タオル投入、テクニカルノックアウト負け、こういう、状態に安倍総理はあるんではないでしょうか。いろいろな、官僚の、悪事が、今、噴出をしております。もう、行政の改ざん、隠蔽、そして脅し、ごまかし、まあそんなニュースばかりが、連日報道されています。お疲れ様で、ございます。本当に日本はどうなってしまうのか。今朝は財務省が国有地の、ゴミの量を、まあ、多く見積もってほしいというふうに、国土交通省に依頼をしたという、ニュースも、発覚をしております。まあ、ついでに、まあ、財務省の、事務次官のセクハラ疑惑、まあ、こういったことでも、起きております。まあ、いろんな、ニュース。そして、防衛省の、まあ、問題も、これは全然、解明をされておりません。さらには、厚生労働省の、まあ、問題。それこそ、働き方改悪法案を正当化するために、データをごまかしたり、あるいは、過労死の問題でごまかしたり、そういったことを厚生労働省がやっていた。これが、今、起きていることであります。あるいは、経済産業省は高校の事業、講演会に介入をして、原発事故の写真を削除させようとした。まあ、こういった事件も起こしております。その経済産業省は、ご出身の当時首相秘書官だった方が、まあ、愛媛県にの職員に会った時に、これは、首相案件だ、加計学園の獣医学部は首相案件だというふうに発言したという文書も先日発見をされております。不正や、嘘や脅しやっていない役所はこれはないんじゃないか、これくらいの今、状態であります。まあそんなところに、皆さんも税金を払っているわけであります。まあ、生活がそんなに楽でない中で、税金を払って、高給取りのお役人が雇われているわけであります。まあ、しかし悪いのはお役人だけでしょうか、というかお役人がメインで悪いんでしょうか。私はそうではないと思います。上司はお役人の上司は、最終的には財務省であれば麻生財務大臣、そして、安倍総理、その人であります。会社で言えば一番責任がある人であります。やっぱり会社がおかしくなるという時には社員が不祥事単独でやるというよりはやっぱり社長がおかしいから結局社員がその尻拭いのためにごまかし粉飾そういったものをやりだして会社が傾いていく、これが普通のパターンであります。無理な目標を掲げ社長が掲げそしてそれに辻褄を合わせるために、嘘の数字を、
部下の、まあ、重役、まあね、部長なりが出してくる、まあ、これが普通のパターンです。やっぱりどっかに、経営陣の、まあ、無理というか間違った姿勢があるというのが、これが一番の不祥事の原因です。国で言えば安倍総理その人がやっていることに正義がない、あるいは無理がある、こういったことから内閣府も経済産業省も財務省も防衛省も、それからどこだっけ、国土交通省も、文部科学省もみんな、安倍総理に忖度をして悪いことをすると、こういう構造であります。元を立たなければ、これは、なくならない、元を立たなければなくならないと。悪事というのは元を立たなければなくなりません。その元とは、安倍晋三内閣総理大臣その人です。そしてもちろん麻生財務大臣も副総理も、罪は重い。昨日は国会で判子を、文章を読まないで判子をつくということを、まあ、かばっておられました。いや俺らは判子をついてるけれども、しかし、文章を読んでいないから責任がない、まあ、そんなことを言いたげです。しかし判子をつくということは大事な重大な行為です。判子をつくことで大臣なり、まあ、会社でも偉い人は高いお給料をもらってるんです。大きな重い責任を負っているわけです。何かあれば責任を負う立場にある、それが判子をつく偉い人たちのことです。それをしなければならない、責任を取るべき人たちが読んでいない、そういう、ことを平気で言うということは、これは許されないことであります。もうたとえ読んでなくても法律的にはこれは読んだと、そして了解したということです。部下がやったことであっても責任を取らなければならない、これが判子の意味です。部下がやったことではなくて自分がやったことになるんです。犯行をついた時点で自分がやったことになる、もうこんなことは説明するまでもないことですが、まあそういった当たり前のことができないと、平気で責任逃れをする、責任を部下に押し付ける、これが安倍総理なり麻生財務大臣の狙いです。政治家は悪くない、官僚だけが悪いんだ、まあ、そういうことをやらかそうとしているわけであります。まあ、それは今までの官僚のやってきたこと、おかしいことはいっぱいあるでしょう。まあ、いわゆる縦割り行政の問題ありますし、あるいは財務省がやってきているような福祉の切り捨て策、まあ、私も老人ホームで働いておりますから、いかに財務省の役人というのが現場を知らないかというのは、これはもう熟知をしております。しかしそれはそれとして、今回の一連の不祥事、これは安倍総理そして昭恵さんによって引き起こされたというのは明白な事実です。経済産業省で言えば安倍総理が無理に原発を推進する、あるいは輸出をしようとする、そのことを正当化するために経産省のお役人が高校の講演会にまで福島原発事故の写真を削除せえと、削れえと、そういう無茶なことを押し付けようとしたということでありますし、まあ、加計学園の問題で言えばおそらく、まあ、これはどっちが正しいかというのはまだ分かりませんが、
秘書官が首相案件だと言ったのが事実だとすれば、まあ、首相の権威を重ねきて秘書官がこれは首相案件だというふうに、ぶち上げたというふうに、ことではないかと思います。まあ、ボヤ文がろくでもなければ古文もろくでもない行為を真似をするという典型例だったと私は思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。お疲れ様でございます。そして労働法の問題、これが一番、皆さんには、一番、身近かもしれません。やはり働き方改悪法案、いわゆる再労働法制の拡大、これは削除をされました。しかしいわゆる高度プロフェッショナル人材制度、大変危険であります。一度導入されれば拡大をし、多くの皆さんが残業代ゼロということになりかねません。それこそカープのプレーボールを家や野球場で見るどころか、それこそ、カープのプレーボールを野球場で見るどころか、ゲームがセットになり、そして、それこそスポーツニュースが始まる時間にも帰れない、それどころか今までもらえた残業代も、これはもう高度、あなたは高度プロフェッショナルということで、ゼロになってしまう、給料をもらえない、まあそういう話になりかねない。そして、まあ、その、そういった法案がそもそも間違ったデータ、あるいは間違った、これは嘘まみれの、厚生労働省の発表、そういうことに基づいて行われるということになれば、これ大変なことになってきます。厚生労働省の幹部、減給10分の1ということですが、あまりにも軽すぎはしませんか。本当に権力を重ねきてマスコミを脅かす、本当にあってはならないことです。まずはしっかり自分のところ、特別指導ができていない、現行の裁量労働制でも厚生労働省は指導できていない、その結果として野村不動産で命が失われたと、こういう事実を、厚生労働省も受け止めるべきでありますし、またそういう厚生労働行政の下で高度プロフェッショナル導入すれば、さらに大変になることは明らかであります。本当に、こんな、ことで高度プロフェッショナルなんか導入された状態で、混ぜ込んだ状態で残業規制だけ導入しても、これはもう全く無意味です。大変なことになる、これが、高度プロフェッショナル人材制度であります。ぜひとも、嘘まみれの安倍政権、および、嘘まみれやっている安倍総理に忖度して、嘘まみれのにやっている行政、嘘と脅しに塗り固められた行政の下では、少なくとも労働法はいじらせてはいけない。このことをしっかり、皆さん、覚えておいていただければと思います。まあ、もともと残業代ゼロなんていうものは経団連の要求で、やってきた話です。まあ、最初は若い人を派遣にしていく、そして最後は正社員もこき使えるまでこき使っていく、これが経団連の戦略であります。それをそのままやろうとしているのが安倍総理であります。なんぼ残業罰則付き残業時間上限というのを混ぜ込まれても、これを信用してはいけないということです。まあ、今日ですか、まあ、民進党さん、希望の党さん、野党で対案を出されたということで、出すということであります。高度プロフェッショナルは削除、そして
今まで導入されている裁量労働制の問題も、これは厳格にしていく、しっかり厳格に、指導していく、企業がしに指導していく、まあ、そういったことも含めて、これを、そういった対案、あるいは、前の出社時間から次の出社時間まで11時間は必ず置くという、お疲れ様でございます。置くという、こういった、制度、いわゆるインターバル規制制度、こういったものを導入していく、これが、野党でまとまっていくと思います。まあ、そういった方向での働き方改革、こういうのなら大歓迎でありますが、安倍総理の嘘まみれの下で、労働法を改悪させては皆さん、大変なことになります。本当に先ほど申し上げましたように、カープのプレーボールの時間に帰るどころか、試合が終了しても帰れないスポーツニュースの時間にやっと帰って思ったら、今度は残業代も今までよりは減る、踏んだり蹴ったりの結果になる前に安倍総理をにタオルを投入する、嘘まみれの安倍総理にはタオルを投入、テクニカルノックアウト負けにしていくと、いうことが必要ではないでしょうか。その上で、新しい状況の下で、政権が変わったというか乱用されている裁量労働制、こういったものは、しっかり、厳格にしていく、適用は厳格にしていく、そして、また、高度プロフェッショナルなんていうものは許さない、その上で、厳格にしていく、厳格に、企業を指導していくということが今求められると思います。ご通行中の、皆様、そして、祇園出張所前の皆様、岡山の中の皆様、学校帰り、お仕事帰りの皆様、お疲れ様でございました。本日は、この祇園出張所前におきまして、お伝えをさせていただきました。安倍総理は直ちに TKO を待て、タオル、投入、安倍総理にタオル投入、そして、今夜のゲームで安倍選手、カープの安倍選手が活躍し、カープの連敗が止まることを祈願いたしまして、私のご挨拶を終わらせていただきます。最後までご協力、ご清聴誠にありがとうございました。